大韓民国国家情報院は去る5日、北朝鮮の核追加施設に関連し、米朝交渉過程から出た追加ウラニウム濃縮施設をはじめ、北朝鮮の核ミサイル施設については米韓軍事当局が詳細に把握しているとし、綿密な追跡及び監視体系を稼働中と明らかにした。ジョ・カオリ国家情報院長ら関係者はこの日、 国会で開かれた全体会議に出席しこのように明かしたと、情報委員与野党幹事であるキム・ミンギもに民主党、ユン・ジェ・ジュ韓国党議員が伝えた。国家情報委員はまた、アゴ・ MW ・原子炉は昨年末から稼働が中断された状態にあり、現在、再処理施設稼働の兆候はないと伝えた。合わせて、 豊か警察と各実験場も昨年5月の廃棄行事後、行動が放置された状態で、特に動向はないと明かした。